スマンは、ポーランド出身のフランスの作曲家、ピアニスト、ユダヤ系。もっぱら新古典主義音楽の作曲様式を取っているが、近代フランス音楽に加えて、ポーランドやユダヤの民族音楽にも影響されている。ウッチ音楽院で音楽を学んだ後、ワルシャワに出て、ピョートル・レーテルに、単位法、学識論、作曲法を学ぶ。同時に、 ワルシャワ大学で法学と哲学の学位を取得、学業をしまえて間もなくパリに渡る。当時の保守的なポーランドの音楽環境とは反対に、フランスでは自らの音楽観が認められ、モーリス・ラベルやイーゴリ・ストラビンスキーに影響されるようになった。パリ滞在中に同地で活躍する外国出身の作曲家、すなわち音楽版エコールド・パリの一員として、 なお、名を馳せるようになり、アルティール・オーネゲルや、ダリウスミオーに、フランス6人組に参加するよう説得されるが、独立どっぽでやっていきたい胸を述べて断った。タンスマンは決まって、自らを、ポーランドの作曲家と呼んでいたにもかかわらず、フランス語を常用し、フランス人ピアニストのコレットクラと結婚した。ヒトラーの県政が上向きになると、血統上ユダヤ人のために1941年に、 アメリカ合衆国に亡命。ロサンジェルスに定住し、同地で同じく亡命中のアルノルト・シェーンベルクと進行を結ぶ。戦後はパリに戻るが、ヨーロッパ楽団における前衛音楽の台頭によって完全に自流から取り残され、もはや聴衆には目新しい音楽と意識されることもなくなり、創作活動からかつての勢いが失われていった。 前衛音楽を軸として動き始めた戦後、フランス楽団の流行に馴染めないまま、タンスマンは自らの音楽のルーツをたどり始め、いくつかの大曲の創作において、ユダヤ人やポーランド人としての拠りどころに頼るようになった。この間に、フランスでの音楽活動と家庭生活を守りながら、ポーランドとの結びつきを再び明らかにしていった。 1986年に没するまでフランスに暮らした。現在ウッチでは1年をきに将来性のある音楽家のためにアレクサンデル・タンスマン国際音楽コンクールが開催され、タンスマンの作品の普及と地域文化の活性化に貢献している。タンスマンは国際的に認められた作曲家であっただけでなく、ビルト・オーソのピアニストでもあった。 1932年から33年まで世界各地で演奏旅行に乗り出し昭和天皇やマハトマガンディなどの要人のために午前演奏も行いポーランドで最も偉大な演奏家の一人とみなされたその後はアメリカ合衆国で5度の演奏会を行いクーセビーツキー式のボストン公共楽団にもソリストとして客演しただけでなくフランスでも 盛んに演奏活動を行った。タンスマンの作品は、フランス新古典主義様式にのっとりながらも、ポーランドやユダヤの民族音楽の影響も加み、されている。早くも、ポーランドを去った時には、音楽思想の最先端に立ち、ラベルの火星法を拡張するようになり、後には、伝統的な火星法からの決別という点において、アレクサンドルスクリアービンに被験しうるほどになった。 タンスマンはある書簡の中で次のように述べている。はっきり言って私はフランスに多くの恩義を感じておりますが、私の音楽を聴いた人なら誰であれ、私が過去から未来に至るまで、いつまでもポーランドの作曲家であるということを疑うことはできないでしょう。タンスマンはショパン泣き後にポロネーズやマズルカのような伝統的なポーランド部曲を支持した。 主要な人物であったと言えよう。これらのポーランド部曲はショパンに触発されて作曲され、また、ショパンを賛美する気持ちから作曲された。軽快な商品からビルトゥオーゾ向けの傑作まで、これらの曲に、タンスマンは伝統的なポーランド民謡を主題とし、特徴的な新古典主義の自作に、それらの主題を用いている。しかしながら、民謡そのものを直接に書きつけることはしなかった。 タンスマンはラジオ番組のインタビューにこう答えている。私は生のポーランド民謡を原型のまま使ったことはありませんし、民用に火星付けをしようとしたこともありません。民用を近代化しようとすることは、民用をダメにすることなのです。民用は本来の火星のままに保たれていなければなりません。タンスマンは今日では、 ギター曲の作曲家としておそらく最も有名であろう。とりわけ、1962年のポーランド風の組曲が有名であり、セゴビアがこの作品を録音や演奏会で頻繁に取り上げたため、今日ではギター独創用の標準的な演目に入っている。タンスマンの作品は、同時代の数々のビルトゥオーゾや名歌手に取り上げられ、ワルター・ギーゼ・キング、ホセイトルビ、 ジャーヌ・バトリ、ヨゼフ・シゲティ、パブロ・カザルス、グレゴール・ピア・ティゴルスキーらのレパートリーに入っていた。1933年、米国での演奏旅行を終えたタンスマンは、プレジデント・タフト号に乗り、3月17日、横浜港に入港した。2週間の旅程で、帝国ホテルに滞在し、翌18日には、宮城・道を宅を訪れ、総曲の演奏を鑑賞した。タンスマンの、 1> 第1回目の演奏会は3月19日、ひとしひさし行動で、第2回は21日に同じく二次行動で開かれ、自作のピアノ曲やバイオリンとピアノのソナタ、交響曲、第2番からの抜粋などがピアノで演奏された。3月22日には100人一首による8つの日本の歌のレコーディングが、小木野彩子のソプラノで行われた。また同日夕刻には、 新興作曲家連盟主催のレセプションが開かれ、タンスマンは何人もの日本人作曲家と交流している。さらに24日には、ラジオ放送で彼のピアノ競奏曲第2番が作曲家自身のピアノ、ニコライシュフェルブラッド式新興協楽団で放送された。そして三月十一日に日比谷公会堂で開催された国別演奏会では、楽に加え、 八つの日本の歌から七曲が、小木の綾子のソプラノで演奏されている。タンスマンは、長い生涯の間に数百点もの作品を残した。以下はその主なものである。歌劇バレー音楽映画音楽公共曲競奏曲、還元楽曲声楽曲、合唱曲室内楽曲ピアノ曲、タンスマン協会サイト掲載の作品目録から、日本で演奏された曲を中心に抜粋詳細は、 タンスマンのピアノ作品一覧を参照ギター曲1933年の来日公演以降、日本におけるタンスマンの作品演奏はギター作品を除き多くない。来日した年の9月に新公共楽団が定期公演で公共曲第2番位単調をシフェルブラッドの式で取り上げているが、戦前の演奏は他には確認できない。戦後は1954年に、 芥川康ガワヤスシ、マダクマによる3人の会が第1回公演でタンスマンの弦楽合奏曲トリプティークを取り上げた。演奏は上田ひとしき、東京交響楽団であった。その後、長い間タンスマンの演奏記録は見つからない。21世紀に入り、ピアニストのグループ PCC がアレクサンドル・タンスマンの世界と題したピアノ曲。 連続演奏会を開催している。第一回は2003年4月19日、第二回は2003年9月7日、第三回は2004年4月7日であった。そこでは、タンスマンのピアノを弾く赤者、カーニバル組曲、大都会、ポーランド風教師曲、大西洋横断ソナチネなどのほか、妻、コレットの父親、ジャンクラの作品、子供の魂や交流のあったラベル、 ストラビンスキーの作品も演奏された。2011年6月18日には、ピアニストの花岡千春が、リサイタルで、タンスマンの、チェロとピアノ、歌曲、ピアノ独奏の作品を、チェロの村へ進む、ソプラノの小泉恵子と共に演奏した。2015年6月29日には、東京都交響楽団が、オレンカイターニの指揮で、 フレスコバルディの主題による変奏曲の弦楽合奏版を演奏した。2018年2月17日にはバリトンの田中俊太郎が東京芸術大学博士後期家庭学院審査演奏会でタンスマン、八つの日本の歌から白露にを演奏した。田中の博士論文は松平頼綱、古今集研究、近代フランス音楽授業から 戦後創作への過程としてというタイトルであった。なおこの白露に和1933年のタンスマン来日時に、小木野綾子のソップラの作曲者のピアノで演奏され、レコーディングされた曲である。2019年7月21日に、オーケストラニッポニカがタンスマンへの感謝と決別と題した演奏会でタンスマン作曲。 フレスコバルディの主題による変奏曲と公共曲第2番位単調を野平一郎の指揮で演奏した。フレスコバルディの還元楽版は日本初演公共曲第2番は1933年以来の再演であった。ありがとうございます。